ついにここまで来た。最強のベルト、そして史上初の二冠王者へ、挑戦者イブシコーター、その先の夢を叶える。夢であるプロレスを広めるっていうことがやっぱり一番、その2つのベルトを取ることによって発言力が増すのかなと。プロレスって可能性だらけじゃないですか。四角形じゃなくていいと思うんですよ、まずリングが、うん、でも他ってもう決まっちゃってますよね。なんか明日 1.5 伝説の夜へ、もうないんじゃないですかね、うん、この瞬間逃したくないです。二冠王座の前に立ちはだかるのは最強の男。プロレス以上面白いことないと思いますからね。東京ドームもう余裕で超前にしてなきゃダメだと思いますし、 IWGP ヘビー級王者岡田和親、最強の証は一つあればいい。二冠ってのは正直やっぱり現時点でも IWGP が一番だなと思ってますね。 IWGP が岡田和親が持って輝いてるからこそこの二冠戦っていうのに意味があるんじゃないかなと。伝説が生まれる前夜の伝説の戦い、やっぱワクワクしますよね。だって二冠取ったらプロレスを広められる可能性が広がるわけですから、ね、楽しみですよ。イブシコーターに関してちょっと違うんじゃないかなと。 IWGP を取りたいがまず一番になきゃダメなんじゃないかなとも思いますね。史上初を手にプロレスと己の可能性を解き放つ。全力でいってぶっ潰しますよ。ベルトを取ります。そして夢を叶えます。二冠よりも輝かす最強の唯一無二。もしかしたら 1.5 以上の戦いになるかもしれない。これが IWGP ヘビー、これがプロレス。明日の伝説を超えろ。 IWGP ヘビー級選手権試合、挑戦者イブシコータ VS 王者岡田和親。